はい。皆さん、こんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、営業で売らずして物が売れまくってしまう人を動かす SE 理論、心理トリガー、三成についてね、今回お届けをしていきたいというふうに思います。 今回の動画を最後まで見ていただくことによってですね、皆さんがですね、今何か商売をしている、ものを販売している、お店にお客さんを集めていきたいってなった時にですね、そんなにゴリゴリお客さんに説得をしなかったとしても、お客さんの方からむしろ向こうから、あ、その商品買いたいです、あ、あとお店行きたいです、というふうに言っていただけるようなですね、そういった心理トリガーのスイッチの入れ方というのをですね、この動画でおけをしていきたいなと思います。まあもちろん、今回の動画というのは、フリーランスでビジネスをしている人、今会場を経営している人から、まあ店舗ビジネスをしている人であったりとか、まあ今営業間されている方もですね、すごい参考になる内容だと 思いますすののでぜひですねこの内容は最後までご覧い、ただければというふうに思いいいますはい、ということでですね、早速内容入っていきたいなというふうに思うんですけども、実際この営業で売らずしたものが売れる SE 理論、まずね、これは何なのかっていうところがご説明していきます。まず SE 理論っていうのは大きく3つはあってですね、スペシャリ,スペシャリティマーゼンシーリミテッドと、まあ、この3つですね、この頭文字を取って SEL でセル理論というふうに呼んでいるんですけども、えー、実際にですね、あの、 じゃあ、その S から見てみましょうかね。まず、スペシャルは、原、特別性ですね。エマージェンシー、緊急性。で、限定性ということで、まあ、基本的に特別感、緊急性、限定性。この3つをですね、訴求していくっていうのが、まあ、営業では、まあ、基本中の基本で、やっぱ売れない営業ほど、この SEL 理論っていうのをもったいない。本当に使ってないと、まあ、いうことがあります。じゃあ、この SEL 理論っていうのは、具体的にどういうシチュエーションで、具体例を出して、どういう風な形で提案をしていけばいいのかっていうのも合わせてね、この動画でお届けをしていきたいなというふうに思いますので、まあ、ぜひ楽しみにしていただきます。 はい。ではね、早速、スペシャルから入っていきたいと思うんですけども、このスペシャリティですね、特別性、特別感。人というのは、基本的にですね、私だけという特別感が欲しい生き物であるということですね。これ、男性、女性問わずです。人はやっぱりですね、あなたが特別だからと、特別扱いをされることに対して、嫌というふうに感じる人っていうのは、あんまりいないんじゃないかなというふうに思いますね。 ということで、じゃあ次にこの特別感を訴求するためにはどういったことがあるのかっていうと、例えば、まあよくある訴求としては、本日お越しいただいた方限定でとか、本日お越しいただいた方とに特別でね、みたいな。こんなご案内も実はさせていただきますとか、今日せっかくね、あの、こちらのね、ご商談にあの、お越しいただいたので、まあ、〇〇さんにはちょっと特別にね、こちらの案もちょっとご提案して持ってきたんですけども、みたいな。っていうこの特別にっていうのとかね、今回特別なご提案、実は丸〇さんに特別な ご提案がございます。この特別な特別にっていう言葉にはですね、えー、人にですね、あ、この人はちゃんと私のことを考えてくれてると、特別感を出してくれてるな、特別扱いをしてくれてるな、そういうビップ感を感じるような、そういった演出っていうのをね、することがまあやっぱできると。だお客さんからしてもやっぱり嫌な気持ちにならないわけですよね。 これはあくまで僕はこの特別価格を出すというのは、あくまでこのおもてなしの一環としてね、最低限の僕はマナーだと思っています。まあ、あとは二つ目としてはね、えー、こういう思いがあるからこそぜひあなたにね、この例えば保険だったら保険とかね、この商品を勧めているんですよ。こういう思いがあるっていう大義名分ですよね。だからぜひあなたの思いに共感をする。これはいわゆる例の2っていうのは共感をしながら、あ、あなたのこういったところにすごい私を共感した。だからこそぜひあなたにこの商品をお勧めしたいんですよね、特別に。 っていう、あなただからっていう特別感でですね。っていう形で、えー、あなたにぜひこの商品を買ってほしいっていう形で特別感を伝えるとか。まあ、あとはですね、えー、このプランだけは実は特別コースですみたいなね。まあ、さらに A プラン、B プランがあるんですこの C プランというのがさらに実は特別なコースになってまして、こちらもね、ぜひあなただからこそちょっとご提案させていただきたらい,いと思うんですけども、よろしいですかみたいな。この特別コースですっていうね、特別感のあるようなコースっていうのを一個作っておくっていうのも一つね、この特別を出していくためにすごい重要かなというふうに思います。 はい、次二つ目。エマージェンシー。緊急性ですね。この緊急性っていうのもですね、人をやっぱ動かしていく上ではやっぱりすごい重要で、人っていうのはやっぱりですね、めん、怠け者、なかなか行動しない、決断を嫌う、お金を出せない、ストレスを伴う判断は後延ばしにするという習性を持ってますので、この緊急性をですね、訴求していくっていうのはものすごい重要になります。ただね、一つ言っておきますけど、もちろん悪用は絶対に現金です。まあ、なので、しっかりとね、お客さんに監視されるような、そういったサービスをお客さんのために思ってね、販売してる方にだけのコードがぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、例えば、緊急性で言うとですね、 今じゃないといけないっていう理由なんですよ。お客さんが行動できないのは、なぜ今なのかっていう理由がわからないんですね。逆に、その場で即決してお金を払っていただける、ご契約をしていただけるお客様というのは、今じゃないといけないんだっていう理由が明確になってるからすぐえるわけですよね。だからお客さんって基本的になぜ今なのかっていう理由が欲しい生き物であるというのをですね、まず覚えておいていただきたいと思います。そして、じゃあ今じゃないといけない理由ってのはどういうふうなものがあるかっていうと、例えばね、あの、今回3つ例出しますけど、例えば、もうあと、そもそもですけども、あと3時間でし 染み切っちゃうんですととをねとか、まあ、これそうですねあ、あと3時間しかないんだあやばいな、じゃあ今のうちに申し込んどこうとか。やっぱ人って、あの、得したいっていう気持ちよりも損したくないってい気持ちの方が強いので、あ、あと3時間か、ちょっと申し込めなかったら一生後悔しそうだな、じゃあ申し込んどこうかなとかね。あとやっぱ今だけ30%オフってことが弱いですよね。もうこれスーパーマーケットでね、まあ、週の数があったらよくあると思うんですね。今だけ30%オフとかね、5時以降になったらなんか何パーオフになってるみたいな。まあ、僕昔、あの、全然食えてなかった時とかは <laughs>、あの、夜中にね、スーパーマーケット行って、あの、半額になったコロッケを磨きててチャリンコ 隣町まで走らせた時ありますけどもやっぱり今だけ30%オフとか。まあ、あとは、えー、とレースリーはまああのジャパネット方式ですよね。今買ってくれたらさらに1万円引きしますみたいな。今日買ってくれたら1万円引きしますみたいな。これも一応緊急性ですよね。これ今じゃないと値引きされないっていう緊急感、切迫感がありますよね。っていうようなやり方で、しっかりとお客さんに決断をしてもらうための施策っていうのを考えていくっていうのもすごい重要かなというふうに、えー、思います。 はい、三つ目、えー、リミテッド次はですね、限定性ということなんですけど、人っていうのはですね、えー、限定性希少性にもやっぱり弱い気なんですよね。限定性希少性にやっぱり弱いと。だからよく、あのー、このダイヤモンドはとかね、えー、この指輪はとかですね、このバッグはもう在庫がなくて一点もので、も数限りがなくてなかなか入荷しないんですよ。 っていう言われるとちょっと、あ、欲しくなるわーってなるわけですよね。で、そこに私は選ばれた感っていう特別感も感じるし、さらにやっぱり希少性数が少ないものに人は価値を感じる。だから、世の中ってのは全てそうですよね。数が少ないものの方がやっぱ価値は高いわけですよ。ダイヤモンドがなぜあんなに高いのかっていうと、それは取れないからですよね。で、あったりとか、例えばこれはまあアパレル系とかよくありますよね。洋服買いに行った時、実はこの在庫ラストいってものになりますので、 えー、ぜひね、この場でお買い求めいただくのがいいんじゃないかと思います、みたいなね。買っちゃう、みたいなね。はい、あると思うんですけど。まあ、あとは、これね、普段なかなかこのバッグ入荷しないんですよね。今日お客様ラッキーですね、みたいな。この商品実はなかなか入荷しないんですよ、とかね。これも限定性、希少性を出してるわけですよね。あったりとか、今回ね、実はあの無料体験ワークセッションやるんですけど、もう速攻でいつも埋まっちゃいます。なので、今だったら間に合うんですけども、あの通常はもういつも満席です、みたいなとかね。うん。もうそうだし、まあ,あとは結構、あの、 本日限りの即決付録もついてきます。例えば、あの、教材を販売してる人とかだったら、今日この教材をご購入、ご契約いただければですね、なんと今だけさらにこっちの即決教材っていうのも一応得点としてさらに追加もさせていただきますけども、いかがでしょうかみたいな。ってなると、ああ、でもどうせ買うんだったら即決得点も欲しいよな。じゃあ今日決めよう、みたいなね。っていう形で決断をその場でしていただけるようになるという形ですよね。 であったりとか、まあ、これも限定性ですよ。本日限定みたいなね。まあ、あとは次来た時にはもうないかもしれませんよとか、もう次来た時にはもう入れないですよっていうような、そういった施策っていうのをね、やっぱりあの構築していくことによって、やっぱ限定性、希少性を出していくと。 ま、いうことですね。なので、今回も復習ですけど、まとめると、まず1個目、えー、人にですね、動かす力、そして、人にですね、お客様に売寿ずし商品を買ってもらうためのトリガーとしては、まず1個目、スペシャリティ、特別性を打ち出していけ。そして、2つ目、えー、エマージェンシー、緊急性を打ち出していくと。そして、最後、3つ目、これがですね、えー、リミテッド、そして、限定性、希少性を打ち出していく。この3つというのがですね、非常に重要になりますので、まあ、ぜひね、営業の時とか、セミナーの時とか、ライブの時とかにもですね、情報発信の時も、ぜひね、この3ポイントをですね、活用して、SEL 理論ですね、ぜひ、 用しししてててごご自身のビジネスににですすすねぜひ活いいいいいったただけたらすごい嬉しいなという,ふうに思いますはい、それではね、今回の動画は以上という形になります。この動画少しでもね、勉強になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。